棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは。旅人探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行できるんだよ。え、彼もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いたことない。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に留まったみたいだね。ねひ。じゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね。責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テスト、なんか面倒だな。でもアンバーが試験官なら。うん、あんたなら楽勝だよ。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止とか、重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか、風スライムを使った飛行は禁止とか。とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。分厚いな。仕方ない、とりあえず読んでみるか。うん、読み終えたら風たちの地に来て。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。飛行士なんてこんな感じなのか。とにかくアンバーのところに行こう。あ、来たね。飛行士なんは読み終わった？規則や制度も理解した？その渋々って感じわかるよ。
飛行指南はつまらないからね。私も読みたくの。わあ、このことはジンさんに内緒ね。そうか？このお話結構面白かったけどな。面白い？あ、もしかして付録の実練習のこと？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは風スライムで飛ぶやつかな。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。いつか試してみたいな。それじゃないぞ。鳥が空を飛ぼうとする話だ。うん。え？ちょっと見せて。ああ、これ私が小さい頃に大好きだった童話だ。ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かける時に取り違えたんだ。全然違う本なのに間違えたりするか？こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした。この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも。あ、まあこの話はおしまい。早速テストを始めようか。緊張しないで、いつもと同じように飛べばいいから。私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。おーい、そこの飛んでる人、降りてきてくれ。セピロス騎士団だ。今いいか？え、何かしたか？飛行免許を見せてくれる？免許なしか。モンド治安管理法第7条12項に従い、騎士団まで来てもらおう。君には黙秘権があるが、君の言葉は全て風が覚えている。待って、今飛行免許のテスト中なの。な、そうだったのか。このタイミングでテストとは間が悪いな。何かあったの？会長が風の翼で逃げていったと修道所から通報があってね。だから君も奴の仲間かと思ったんだ。会長？誰だそいつ？モンドの犯罪者だ。いつも風の翼を使って犯行に及ぶから会長の名がついた。そいつってそんなに飛ぶのが早いの？ああ、非常に早い。今回教会のとある文化財を餌におびき寄せたんだが、まんまと逃げられてね。修道女たちが文化財に風元素で目印をつけてくれてたんだが、あまりにも早くてその痕跡をたどっても追いつけないんだ。飛行のプロか。ならこのアンパーの出番だね。どこへ逃げたかわかる？最後に目撃したのは清泉町周辺だけど、もう時間が経ってるからね。安心して、ちょうど旅人もいるし、その会長を捕まえてあげる。会長を捕まえたら直接発行して、ジンさんには説明してあげるから。あの痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことするやつがいるのか？とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。元素の痕跡はこの先に続いてる。会長はこの先に逃げたのか？ここで考えてても始まらないし、旅人、痕跡を追ってみよう。お？なんだか騒がしいな。戦いの音だ。まさか会長？早く行こう。よかった、セピロス騎士団の人がいればヒルチャールも手を出せないはずだ。何があったの？ヒルチャールに襲われてね。俺は足が速いからなんとかなったけど。ヒルチャールに襲われた？でもヒルチャールの集落は騎士団がほとんど潰したのに。
小さな集落なんだ。町からそう離れてないから、俺も普段はそこを避けるようにしている。でもそのヒルチャールの集落に空から人が降ってきたんだよ。誰かさんがよくすることだな。それでヒルチャールが暴れ出して、その人を追って奴らが出てきたんだ。俺は逃げれたけど、果物を運ぶ車は全部壊されちまった。明日からどうすればいいんだ。その人ってどんな感じ？何かを抱えてたな。ふらふらと飛んでいって、あ、その抱えてたもののせいで落ちたんだな。まったく、飛行免許を取っていないのか。重いものを持って飛ぶのは禁止だって知らないんだよ。免許を取り消してやりたいね。重い荷物を持って、文化財を抱えて逃げた会長かもしれない。その人がどこに逃げたかわかる？俺も逃げるので精一杯だったからな。あっちの方に逃げた気がするけど。なんとか手がかりをつかめたね。早速追いかけよう。あ、そうだ、この件は帰ったら騎士団に報告するね。集落も早めに対処するから安心して。こんなとこまで来るなんて。目印の元素が尽きたのかも。そっか、元素の痕跡を消せないと分かって手下を使って足止めさせたんだ。痕跡が自然と消えるのを待つつもりなんだよ。そうはさせない。急ごう。ここから一本道だから会長はこの先にいるはず。でもこの様子じゃ追いつくには飛ぶしかなさそうだね。おい、下に敵がたくさんいるぞ。飛んだら攻撃されないか？うん、先に進むには飛びながら敵を倒すしかないかも。そうだ、旅人、最後のテストがまだだったよね。おう、でもどうして？じゃあ3つ目のテストはこれにしよう。元のテストもこんなんなのか？旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。普通のテストじゃ物足りないでしょ。旅人、どうかな？いい答えだね。じゃあ飛ぼう。旅人、すべての敵を倒してね。会長と飛行免許はこの先だよ。この先は行き止まりみたいだね。あいつどこに隠れてるんだろう。やはり来たか。あ、ただの小娘だと。あんたが会長？もう逃げられないよ。逃げなくともお前はここまで来られないだろ。確かに高い、それに遠い。小娘、今から戻って団長でも呼んできたらどうだ？そしたら降参するかもな。セピロス騎士団を挑発してるつもり？今すぐ飛び越えて捕まえてやる。あ、そうだね、目の前にいるのにこのまま飛んでいけたら。けど会長はどうやって行ったんだ？元素資格で痕跡は見えないか？やっぱないか。さらばだ小娘。あいつ逃げる気だぞ。迷ってる暇なんてないのに。でも飛ぶ以外にここを越える方法なんて。けど。心配しないで、私はモンドの飛行チャンピオンだよ。あの会長にできて私にできないはずがない。おい偵察騎士、死にたいなら風の翼なしでモンドの風神像から飛び降りた方がお前らしいぞ。なあ、飛行以外に答えはないってこいつも分かってるみたいだ。旅人、私が間違えて渡した本覚えてる？最初の鳥は飛べなかった。鳥たちが勇気を振り絞ったから飛べた。
私の答えを見ていて。うん、あいつに偵察騎士の勇気を見せてやる。おい、バカな真似はやめろ。おとなしく帰れ、小娘。どうして？よく聞いてみてよ。周囲から聞こえてくるささやきを。飛べる。風はそう言ってるよ。会長を捕まえたね。実は会長が逃げた先はもう行き止まりだ。だから会長が、ああ、だからオイラたちを諦めさせようと。まあそう簡単に。旅人の言葉のおかげだよ。これこそ不可能を排除し、最後に残ったものがいかに奇妙であっても、それが真実ってやつだね。とにかく飛行っていうのはね、 7% の技術と 3% の勘、残った90% が全て勇気なんだ。さっきのアンバーは勇気なん、それからの待った、アンバーって飛行免許を持ってるんだろ。それ以外、それはモンド城内って飛べないエリアとか着陸禁止エリアとかが多くて、せっかく手に入れた飛行免許もすぐ取り上げられちゃってたから、全部で15回くらい受けたかな。でもいつも一発合格だったよ。やっぱり私の本は最高の指南書だね。旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行指南をしてもらおう。じゃあ会長をモンドに送るから先に戻ってるね。モンドに戻ったら大聖堂に来てね。飛行免許はそこで渡すから。おめでとう。これが飛行免許だよ。これからはモンド内を自由に飛べるからね。ま、あんたの飛行技術は完璧だから予想通りかな。そうだ、次の飛行大会にはあんたもエントリーしておくから。私のスピードについてこれる人がいなくて退屈だったの。へえ、言ってくれるね。どうやらまだ飛行大会の恐ろしさを知らないみたい。じゃあ私に負けるまで合法的に自由に楽しく飛んでね。飛行規則は守るんだよ。免許停止なんてダメだからね。アンバーに言われても説得力がないよな。